重度の、覚醒剤中毒者だったんですよね。このスタジオに来てお話していただいたんですけども、あの何冊か本も読ませさせていただきましたけども、あのもう待てないんだってね、覚醒剤もうだから溶かすときに、きれいに溶けてないものまでもう注射器に入れて打つらしいんですよ。だから注射器がジャリ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 っていう感覚があるらしいんですよね。怖い。それだけ濃度が高いやつっていうのかな、それを打つまで中毒したっていうふうに本人は書き記されておりますね。だから一人ではおそらく ああいうね、あの根性のあるような人でも絶対抜けられないって言ってましたよね。はい、もうイエス様がしか救えない状態から、今では、全国飛び回ってですね、あの証しをされてる、ああいう方々のお話もあの過去には聞いたことありますが、まあ、アルコール依存症も似たようなもので、一人では抜けられない。だからあのよくね、あの集団でね、あの証しをしたり支え合ったりしますよね、そういったところにも行ったことはあります？集団で、アルコール依存症のそれはない。それはないですね、まあ、教会だけで、ポンで、教会だけで、教会の方がいいかもしれませんね、そういう群れの中に入った方がね。そうですね、そして、もう教会がっていうしかもうなかったですね、考えが、もう教会しか救ってくれるところはないっていうふうに、アメン。あ、素晴らしい。あ、しげるさんからコインも3つもいただきました、ありがとうございます。今日はですね、あのラジオを聴きの皆さん、大城春江さん、まあ、教会では姉妹って言ったりね、伝道師、まあ、伝道師はね、あの先生と呼ぶようにしなさいというふうに言われてるんですけど、なかなかまだ慣れないですよね。慣れないですね、チキショーと思うような、牧師は牧師と呼べて言いながらですね、伝道師は先生と呼べっていうのはちょっとひねくれてませんかっていうふうに思ったりするんですけど、どうですかね。もう牧師が言うからその通りにしてますけど、牧師には逆らえないからね。だから急に先生っていうふうに今まで言ってたのは牧師と呼べっていうふうに言われると、またこれもやりにくいことでね、まあ、あのやっぱ慣れっていうのは怖いですよね。習慣づいてしてしますが、ついやっぱり電話で話してても僕先生先生って言ったりするんですよね、今でも、まあ、これも習慣づいてしまってもう癖になってるからね、なかなかこれを変えるっていうのも難しいんですけども、まあ、大城春江さんもですね、私たち一緒にあの伝道活動、まあ、こう言って私はもうこのラジオで、通してやるということで、もう今4年ぐらいになりますかね、続いておりますから、素晴らしい、まさかそこまでやるとは思ってもいませんでした。私もあの、ね、あのこのようにあのゲストで 2,3 回呼ばれて、スタジオ入りしたら次も来てねって言われたら、牧師が実は来てないんですよ。それで一人でやるようになって、そこからやるようになったっていうのが、あの実際の話なんですよね。はい、もうほったらかされてたんですね。そうどうやってやればいいんですかっていうふうに言ったら、もう適当に任せるよ、あんたの好きなようにやりなさいみたいな、こんなの好きなようにできるもんなのっていうふうに思いながらも、今日まで続けてきました。すごい、でもすごいですね、4年目なんですね。もう最初の頃はね、もう汗だくで、勉強しましてね、本もいっぱい買いましてね、マーカーペンいっぱい引いて、ポイントを、ね、まとめて、お話ししないといけないなって、たまにはあの間違えたりも結構あってですね、反省しながらですね、その翌週にはまた、これはごめんなさい間違ってましたっていう、ね、まあでもやっぱりあの修正もしてくれるんですよね、神様はね。これっていうのはありがたいですね。そうですね、感謝ですね。変えた後に気づかすんですよね、お前が言ってたの違うよっていうのに気づかすんですよね。あるあのラジオでやるあの有名な先生がいるんですけどね、この先生もね、実はよく聞くとね、たまにね間違うんですよね、どんな間違いがあったかというとね、こんな間違いがあったんですよ。あの総理大臣でね、昔ね、勘太郎さんという総理大臣がいたんですよ、勘太郎、鈴木勘太郎という名前でね、戦争中だったのかな、 戦後の始まりぐらいにですね、有名な、総理大臣
この人の話をしようとしていろいろと、ネタを、仕込んできて、YouTube でアップするんですけどね、口から出た言葉が寺内貫太郎って言ってしまってるんですよね。寺内貫太郎わかります？小春ちゃんわからんね、受けなかったね。春井さんわかるよね、聞いたことあります。聞いたことある。あのホームドラマに出るあのキャラクターですよね、寺内貫太郎っていうのは。あ、はい、これ時々予告で見ます、あの大きいお父さんの。そう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 。はいはい。でもあの人はとても有名な人で、あの作曲家ですよね。はい、あのいろんなね、あの、有名なもう今アイドルとかいろんな人たちの曲を作ってる。あ、そうなんですか。方なんですよね、本業は。ただあの風貌ですから、当時はドラマに、ホームドラマに出て、石工でしたかね、あのそういったあの役柄で出たっていうので有名になったんですけども、まあ、あ、やっぱりそういったところと頭が、重なってしまうんですよね。あ、小林亜星さんですね。あの、しげるさん、ありがとうございます。はい、有名な方ですよね。はい、はい、乗ってますね、はい、うん。はい。ただ、見た目がね、あの、どしーっとしたね、もうお相撲さんみたいな格好してますから、つい、こう、有名な、この、YouTube の、牧師でも間違うんですね。僕も、だから、間違いは、まあ、許されるんだなというふうにね、うん、あの非常にあの安心しましたけども、うん、まあ、そういったところもですね、何の話からこうなりましたか、ね。アルコール依存ですね、はい、それから解放された、そして今教会で、リーダーとして、活躍されております大城春江さんを今日はスタジオにお招きしてお話を伺っております。それではあと1曲また行ってからお話ししましょうか、うん、はい、はい、では本日の2曲目はアメイジンググレイスです。裁判所に呼ばれてね、認定会議って言ってましたね。いろんな引き受け人とかね、そういった仕事もするもんですから。そうですね。うん、あれまたあの拘置所に行って、接見をしたりとか、刑務所に行ったりとかあります。スケジュール見ても、だいたい平日そういったのが、休みがないですよね。
CM 行きますね。はい、まもなく始まります。ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ教会デビルをお届けしております。はい、今日は、沖縄ベタニアチャーチの、伝道師大城春恵さんをお迎えしてお話を伺っております。春恵さんのご家族についてお話をちょっと伺っていきたいと思うんですけども、はい、ご結婚されたのは21歳で結婚して21歳で、はい、それでお子さんは、うん、子供は娘3人に、うん、あの男の子1人4名ですね。4名、はい、で皆さん教会に来られています。長女は、うん、今はちょっと来たり来なかったりなんですけども、うん、もう皆さん学校は卒業されたんですか。卒業して、もう大人ですね。あ、はいはいはい、もう娘3人は洗礼を受けてもうクリスチャンですけども。へ、はい、あとは主人、一番下は、うん、一番下はいくつ、おいくつ。26歳です、ね、26歳、はいはい、長男ですね。あ、ご主人は今58歳で、うん、はい、主人はまだ救われてないですけども。あ、うん、あ、これからそうですね、もう教会にこれ祈りの課題ですね、うん、はい、祈りの課題、はい、分かりました、はいはい、私も祈っておきますので、はいはい、主人と大ですね、うん、ぜひね、あの教会に導かれたらいいですね。はい、はい、ご主人 お仕事は何をされ、まあ、あのタクシーの乗務や、あ、はい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 、聞いたことありますね、はいはい、すごいなんか、はい、教会に関しては協力的で、なんかもういいところって言ってますので、はいはい、主人が喜んでますね。あ、なるほどね、はい、だから私も行きやすいです、いろいろ行事とかも、はい、あ、理解があるわけですね。理解があって、はい、うんうん、でも一緒にね、はい、行けるような環境があったらなおいいですよね。はい、はい、ぜひ、教会に導かれて、洗礼を受けられるように祈っておきます。はい、お願いします、はい、このようにして、家族が変わる、まあ、聖書にもね、あなたがイエス様を信じれば家族も救われますという箇所がありますよね、はい、まさにその通りで、そういうふうにして一人一人が、教会に導かれていって人生が、ガラッと変わっていくっていうところがたくさんの、証、体験談を、私たちも耳にしておりますが、ぜひラジオを、聞いてくださっている皆さんにもですね、このことを伝えたいなと思いますね。本当に苦難に満ちている方いらっしゃると思うんですね。アルコール依存、先ほど言いましたアルコール依存、あるいは薬物、ギャンブル依存、まあ、なかなか人間の習慣っていうのは恐ろしいもんで、なかなか抜けられないっていうものがあるかと思うんですけども、そういった中でも、教会に導かれるとね、教会が、なんか中心になるって言いますかね、うん、そういう生活スタイルになってくるんですよね、うん、で頭の思考そのもの、聖書の、考え方が中心にだんだん位置づけられてきますよね、うんうんうん、常に頭の中にあるでしょ、聖書の話っていうのは。そうですね、ありますね、はい、うん、いろんな、場面場面で、あ、この時にはそういう御言葉が役立つな、あ、こういう時にはそういう御言葉が役立つなっていうのがね、あっ
ったりするんですよね。それは非常に助けられますし、また事前にそういうのは伝えられるということがよくあるんですよね。私も議員してますけども、選挙が終わって初議会って起こられるんですけどね、その時にもやはり聖書を読んで祈って、与えられた聖書箇所っていうのがあってですね、その時には、あまり気づかなかったんですけども、自分ではなくて、他人にあなたを褒めさせなさいって、自分は黙っていなさいみたいな箇所があるんですよね、そして翌日の会議にはずっと黙っていて、で議員さんっていうのは言うたくなんですよ、みんなね発言主張が激しい、集団ですので、いろんな意見が飛び交ってくるんですけども、僕もよく言う方ではあるんですけども、その日に限って、聞書の御言葉に聞き従ってあまり話しなかったんですよね、それ信仰している人たちに対してどんどん意見が出てきて、議長を決めるという話になった時に、自然的に私の方に指名が入ってくるっていうのは、現象が起こってきて何なのかなと感じたんですけどね、あなた以外の人から褒めさせなさいっていう言葉がなんか成就するっていうのかな、そういう現象が起こったっていうのがあったんですよね。あれは不思議でしたね。しかもいつもは、政治でいう与野党といいますかね、反対側にいる人たちからそういう話が出るっていうのも珍しいことなんですけどね、そういう現象があって、トントン拍子に、決められていくということが、自分が何も言ってないのに決めていく、そういうような体験がありますね、教会の中でも、やはり祈ってたらね、本当に実現してきますよね。そうですね、結構賛美が好きな人はぜひ賛美チームに入りたいということで祈ってて、やっぱり広報で上がってるけどなかなか上がれないんですけども、やはり賛美する人たちには清くなりなさいとかってよく牧師が言いますよね、厳しい教会では3年間便所掃除したらさせてあげるよっていうふうにね、いうぐらいのところもあるそうなんですけどね、まさに清い、どこから見ても清いという人じゃないと賛美はさせてもらえないというところがあるんですけども、だから賛美リーダーというのはとても私尊敬するんですよ。ステージに立って、リードしていく人たちというのはすごい人たちだなというふうにいつも思うんですけどね、私はサブでいつも歌わせて、最初立った時っていうのはどんな感じでした？もうすごい緊張しましたね、なんか自分が立ってるような感じがしなくて、学生時代とかそういったのなかったんですか？前に立ってお話するとか。もうそんな人じゃないです、いつも隠れて引っ込み思案なので、人前で、役員さんとかそういったのやったことってない？全くないですね。生徒会役員とかっていうのも、とんでもないです、ね、そうなの、はい、実は私も生徒会役員って一回もやったことないんですよね。あ、そうなんですか。中学校高校もう何もやったことないですね。学級委員長みたいなのもやったことないですね、あ、そうなんですか、卒業した後にね、青年会の役員とかアダルトとか会長とかってさせられはしましたけど学生時代は全くなかったですね、なんかもうやってる感じがしますけどね、ずっと。あ、そうですか。だから当時知る人たちが街中でばったり会うとね、なんであんたが議員やってるのかっていうふうに言われる人いるんですけども、まさに合ってるんですよね、自分みたいのが議員になるっていうのは私本人も含めて、周りの人たちもそう思うみたいですけどね。じゃあ変えられたんですね。変えられたんですね。変えられますね。すごいですね。神様素晴らしいです。教会行くようになって2年経ってから私議員になりましたので、そこでやはり揉まれて変えられていったんでしょうね。しげるさんがまた、コメントが入ってますね。はい。転換のきっかけはどこにでも転がってるけど近すぎて気づけないものかな、自分の感覚から言うとできています。ありがとうございます。いろいろとコメントもありがとうございますね。この番組もとてもコメントがあると進めやすいんで助かってます。それで原井さん、これからのまた、教会生活についてですね、目標とか次こういう方向のものをなんか課題として挙げられていますか？何かありますか？将来は、私はもう
自分ではできないと思ってるんですけど、なんか神様から示されて、うん、あの将来を牧師になろうって思います。おう、もう、はい、ハレルヤ、いつになるかわからないですけども、うん、はい、うん、でもあの進学校卒業間際にあの教団に立ってメッセージされてますよね。メッセージしました、はい、何回経験されました、はい、5回ぐらい、5回はやった、ま、た、うん、あ、偉い、すごい、またあのゆまるでもやりましたけども、うん、はい、そういう時っていうのはあの私は経験がないんであれですけども、どんな心境になるのかなって、あ、まあ、緊張っていうのは分かるんですけど、緊張は分かるんですけどね、はい、やっぱ神様から、ね、うん、この聖書の言葉を語らないといけないなっていうのがあって、うん、すごい責任感じました、うんうん、そうですよね、はい、もう牧師っていうのはもう本当に重責を担うっていう、牧師本当に尊敬しますね、牧師の方々、うん、はい、すごいですよね、はいはい、あ、その目標があるそうですので、うん、皆さんも祈って応援していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、コマーシャルあと1回いきますか、もう終わってます、終わってる、あ、そうか、はいはい、今日は、沖縄ベタニアチャーチの、伝道師であります大城春江さんを、お迎えしてお話を伺っております、牧師になるという夢があるそうですので、もう女性の牧師っていうのはまた貴重ですよね。あ、沖縄は今いらっしゃいますか、はい、いますね、女性の牧師さん、はいはいはい、でもやっぱり数は少ないんですか、男性の方が多いんですか、牧師さんって。女性もいると思いますけど、まあまあいますよね、はい、その女性の方、有名どころも結構いますよね。あ、そうなんですか、はいはい、女性も力強いですよね。あの前私があの休んだ日にあの来られた先生いましたよね、女性の、ああ、仲間、仲間先生、すごくパワーのあるパワフルな体が小さいけど、はい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 、パワーがある。ああ、そうか、まあ、女性の牧師ってああいうタイプ多いですよね。あ、そうなんですか、うん、すごくもうみんなを引っ張ってくれるような力強い方、うん、アウトドアでね、でしたね、アウトドア、すごい、ね、寒い日も半袖で、海に行ったりとか自転車に乗ったりとかね、すごい牧師ですね、うんうん、でもう弁当をたくさん作ったりするんですよ、何でしたね。あ、その話もされてましたね、うん、あ、されてましたか、されてました、はい、あの Facebook でも上がってますのでご覧になっていただければですね。なるほど、はい、あ、まあ、あの、まあ、人それぞれですが、あの先生はあの先生たまものだと思うんですね、これのね、あの牧師さんも結構個性的な方たちが多いんですね、うん、へー、素晴らしい、まあ、女性の牧師もね、うん、あとあの白い家の、ね、先生もね、まあ、あの素晴らしいメッセージされますよね、はい、どういうタイプが、あれですか、目標みたいなだったんですか、目標女性牧師っていうと、あの白い家の伊藤先生いいですよね、うん、伊藤よし子牧師、はいはいはい、いいなと思いますね、はいはい、すごいなんか愛を感じるところがありますね、あ、はい、とてもあのメッセージが丁寧ですよね。あ、そうな、聞いたことはないんですけど、聞いたことない、周りからなんか、うん、はい、うん、聞いたことあって、うん、あのとてもあの丁寧なメッセージされますし、はいはい、あのまあ、非常に経験が積み重なってるなっていう感じはしますよね、うん、またあの美人なんですよね、牧師が芸能人みたいに美人な方 で、 女優さんかなって最初思ったんですけどね、褒めすぎてはもうないですよ、本当にそうなんですよ、はい、あのなんかブロマイドでもあるんじゃないかなみたいな、そういう方ですよね、そう、なんか優しい感じがしますね、伝わりますね、はい、あのあの祝福されてる教会ですね、はい、もう時間になりました、今日もラジオを聞いてくださった皆さん、あ、カープボーイさんからもメッセージが来ましたけども、もう後で読みましょうね、はい、今日は大城春江さんが、ゲストでお迎えしました。聞いてくださった皆さんの上に祝福がありますようにお祈りいたします。アーメン。はい、本日もありがとうございました。あ、カープボーイさん何て書いてるのかな、皆さんどういう気だろうか、土日ですかね、うん、誰か
ました。発見です。船川先生、今日は再放送なんですけど、なんかちょっとお知らせしたいこともあるから。来週よ、僕会見入ってるからさ。はい。なんか、お題替えできるみたいな。あ、収録ですか？収録、うん、収録、そしたら、収録、今週がいいですよね、収録するのであれば。後でご連絡しても大丈夫ですか？来週分ですね。わかりました。確認して、またメッセージ送ります。お疲れ様です。はい、できるように。